どっかないかな。お？焼き鳥丼。おお、雰囲気あるじゃん。ちょっと行ってみるか。はい、どうもいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、一人です。はい、一人です。ごめん、じゃあそこしか空いてないからさ、ごめん、そこでもいいかな。あ、全然大丈夫です。はい、どうぞどうぞ。はい、一名様いらっしゃいませ。はい、すいません。これで決まったら教えてね。あ、ちょっと名前一つもらっていいですか。よっしゃ。はい、お願いします。逆にこびてんじゃねえよ、お前。こびてねえよ、お前。生とか、そんなお前、なんで逆にドリンク聞いてんだよ。客から言わせればいいんだから。で、何ドリンクファースト。あ、生で。生で。こいつが生なの。お前が入れろよ。俺、男のやつ、俺が出さなきゃ。急いで食いません。早く生出せよ。生出せよ。急いでください。なんで俺が出さなきゃいけない。お前、生好きなの。あ、すいません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 。急いでるんですよ。急いでる。生、お客さんの時間奪うなって。家族もいるんで。な？奪わせてよ。違うのよ。仕事あって、仕事から帰ってきて、はい、な？で、これから家に帰ったら今度家族サービス、そのつかの間の時間、な？つかの間の時間をここで過ごしてらっしゃるんよ。お腹空いてるんです、僕。だからお腹空いてるし、すぐに出して。だから、そっちやよ、ジョッキそこにあるのよ。ちょっと、サーバーそこやから。いや、そうですか。近いやつがやるっていうのは、それって正しいんかな？ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。なんで物理的な距離で近いやつがやれっていう。じゃあ、近くにここにいたら、まあ、そうです。自分がドリンクやらなあかん。いや、ちょっと。ここに来たら、あらゆるものもやらなあかん。じゃあ、君は焼き鳥やる。これが、ごめんなさい、行政や。すいません、すいません、すいません。確かに。確かに、確かにて。あと、俺今遠いと思ったけど、何だこう来て。いや、やめよう。それはでも非効率やから。あと、非効率。行政ってのはやっぱ効率的やから、お前はそっちにおるということは野球をやればいい。一応やればいい。で、俺がこっちにいるということは洗い物とかドリンクとか。あと何分かかる？そうだ。いや、わかんないです。何この人。分業制っていうのを俺見つけた。何それ。だから、本来ならば俺がやるべき。あ、何分かかる？やってみる。俺も怒った手前、引くに引かれへんの。ああ、なるほどね。すいません。俺はそれ俺分かったから、やってみたらいい。すいません、すいません。あ、俺行こうか。俺も追いかけたなっていうのがあるから。こうすると、直線で行ったら、早いかもしれない。あ、すいません、少々間違いない。ごめんなさい、すいません、すいません。順番に作ってますんで。帰ります。直線で行けば。帰ります。帰ります。いや、帰るのはなしです。帰ります。休校で。あ、帰りますよ。休校じゃなくて、帰りますね。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。そこまで先んだよ。お腹すいた。